おはようございますす石橋貴明です今週も始まりましたゲートセブン10月15日もうあとちょっとですよ今年もさあいよいよ、えー、プロ野球はレギュラーシーズンが終了してセ・えー、リーグは阪神が1位2位広島3位 d n a d n a もう最高勝てないんだねああやってあと1試合これ勝てば2位っていう時にえ東投手投げて 点で抑えてんのに1・0勝てないんだねああいう時ってうん,うんまあ広島で、えー、始まるとクライマックスシリーズそして、えー、パ・リーグパ・リーグももう <laughs> ソフトバンクここで勝てば2・2かっていうとこで勝てずで、うん、そして雨で伸びた で楽天ロッテがロッテがきっちり勝ってこでロッテが3位かと思いきや2位まで上がって谷尾さんまだまだ続く谷尾さんのちょっとね涙流して一瞬こうおえつでこう声が出ないかなと思ったら「まだまだ続きます!」みたいな「ありがとうございました!」つって。 ただまだ続くわけですよえこの間私見に行きましてえっと公式戦あの2試合やって2100試合かな公式戦喋ったんですけどえだから2099試合目のを見に行って谷尾さんとちょっと話して「いやもうクライマックスとかで2位になるか日本シリーズ とかにならないと、三位じゃダメだから、三位で、もし通過だったら、日本シリーズまで行かないと。あれですね、そうなんですとか言って、でも、これ、二位で、また太陽さん。続いて、日本シリーズまで行ったら。野球の神様。なかなかマイクのカフを下ろさせないね。もう一回これ、このカフを下ろしたのに、また。 野球の神ななことをしまますす一体どうなりますかそして MLP でももうあのア・リーグ東がオリオールズ、えー、レイズブルージェイズが結局このポストシーズン1勝もできなかったんです全負けですよ負け,負け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 っていう2連敗2連敗3連敗っていう。 どうなりますかね、えー、ナ・リーグも結局ドジャーススイープされて、はい、まあ僕の予想では去年と一緒の、えー、アストロズ VS フィリーズになって今年はフィリーズが勝って。 マーブルスもう全員やってますからねマーブルスをちょっと自分の中ではちょっとフィリーズ推しになってるんですけどどうなりますかポストシーズンもじゃあ今日はですねこのクライマックスシリーズについてゴルフの予定をわざわざ泊まりのゴルフの予定をキャンセルして喋ってくる先週の掛けさみたいにゴルフやって。 車で運転するから早くしゃべらせてくれっ,つって帰ってきましたけど掛布さいに続いてこの方もさて石橋貴明のゲート7今週のテーマは「どうなる CS ファーストステージ」ということで今日はこの方とわざわざい。 1のゴルフをやめてまで来てくれたという今体絞って絶好調一方放送ショーアップショーアップショーアップナイター解説者谷重本信さんですよろしくお願いします、はい、体を今シャープにしてそうなんですよキレを作ってはい。だから今体重はですね、はい、中学2年生以来の77キロ台 えー、現役の時は大体85から88キロだったんですよ、はいね、でも中学2年生の時7十ぐキロ。す,ね、<laughs> すげえでっけえでっけえ中学2年ですよ <laughs> <laughs>